はい、どうも A さんA さんと呼んでいますけどもね、品田さんでもうよろしいですよね。品田さんね、浩二さんとつながれてよかったですね。で、フォロワーのことですけども、ツイッターの方ね、私がフォローしたんですけども、気づいていただけてよかったです。まあ私もね、ツイッターね、10万人フォロワーいたんですけども、複数のアカウントで、今はね、全体で3万人ぐらいになりました。でも、やっぱりね、今でもね、いいねとかリツイートとかメッセージとか入るんですよね。だからツイッターっていうのは私はね、ボットって言って、もう自動にしてるんですよ、今。自動で私ほとんど何もしてないんですけども、自動的につぶやいて、自動的に返信してみたいな設定にしてるんですけども、おかげさんで、私のツイッター活動もね、まあ死なずに済んでるかなっていうところでございます。いやだからね、ツールってありがたいなと思うんですよね。そのツイッターっていうツールもそうですしね。なんかその、今、品田さんとつながったツイッターも多分2000人ぐらいフォロワーさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。もうあれもね10年ぐらい使ってるんですよね。もともとは私がやっていたね、アイドルさん、地元のアイドルさんを応援するためのアメブロを拡散するツイッターアカウントだったんですけどもね。でも未だにそのアイドルさん中心として、まあまあ、若い女の子とかがたくさんフォロワーにいらっしゃるのでね、普段私が触れられないような情報に私のツイッターというのは触れることができる、まあ、ちょっとね変わったツールになってますね。10代や20代の、まあ、アイドルを目指す女の子が結構いらっしゃるみたいな感じですよね。またね、そういった方々の支援もできればいいなと思いながらなんですけどね。さあ、それでですね、今回、浩二さんもそうですけども、品田さんも、まあ、いろんな人っていうのはいろんな弱みを抱えていて、そしてそれが結構ね似た方がいるんですよね。私はその自分の痛みとか自分の傷を無視する方なんで、もしかしたら私はね他の人の痛みを理解できない部分が多いのかもしれません。でもおかげさまでこうやってね、誰かと誰かをつなぐことによって共感できる部分が多くもたらされるんでしたら、間接的にでもねお役に立てるんではないかなと思います。まあそれが私の YouTube のアカウントが多い利用価値だと思うんですよ。やっぱりね、 YouTube のチャンネル登録者さんが3人ぐらいだったら、なかなかねバリエーションの多い人を紹介するってわけにいかないんですけども、まあ1万5000人近くいるとね、一つの街ですからね、もうすでにそれは様々な人いますよね、まあというところでね、フォロワーさんってのは自分に利益をもたらしてくれるだけではなくて、たくさんの人に利益を分配することができる、まあ、素晴らしいメディアだなと思います。もちろんそれはツイッターでもできると思いますので、今ねフォロワーさんが増え始めているところだと思います。これから増えると思いますので、ぜひね、ツイッターでは誰かを励ますものとかね、誰かを勇気づけるものとか、誰かを明るくするものとか、とにかく誰かの役に立つものをやっていったらいいんじゃないかなと思います。反面、共感を得るために自分の弱さをさらけ出しても全然いいんですよ。そうするとね、その気持ち分かりますみたいな感じの方で、またその世界ができると思いますのでね。まあ、とにもかくにも今回も、メッセージの方をいただきましてありがとうございました。多分ね、今日受け取った私の品田さんからの文字数ってのがそのまんまツイッターのなんですかね、114文字でしたっけ、なんか100文字ぐらいでしたっけね、かなりのツイートになるんじゃないですか。ぜひねコピーペーストしながらやったりとか、今日一日出会った人の感想をつぶやき続けるといいんじゃないかなと思いますね。はい、その他にもねやれることはいっぱいあると思いますけども、まあ一歩一歩進んでいきましょう。足元の一歩を確実に踏み出すことが大きな人生を踏み抜けることだと思います。踏み抜けるって言ったらなんか踏み外すみたいですけどね、歩き切ることだと思いますので、まあ、足元の一歩、そして千里の道も一歩から、こんな気持ちで行こうかなと思います。それではおやすみなさい。